はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今日も、中杯です。タガラの焼酎ハイボールの八作割です。限定、生産。アルコール度数 7% で果汁が、1%。甘味料0、プリン体0、糖質 80% オフです。原材料が、焼酎各国国内製造と、八作果汁と糖類と酸味料と香料とカラメル色素です。これ八作割はもう多分以前飲んだと思います。うん。うん。多分。結構ね、いろんなね、なんかね、ものが、まあ多分、季節限定で、だから冬はこれが発売。で、春はこれが発売、みたいな。多分、そういう感じで、だとは思います。ただ、乾杯。これは、俺自体八作って食ったことない、多分ね。八作は、旧暦8月1日を指す八作の頃に食べられたことから、その名がついたと言われています。八作ならではの爽やかな香りと上品な酸味をこの時期だけの限定生産でお楽しみください。まあ、グレープフルーツというよりは、まあ、みかんっぽいですかね。味としてはみかんのような。焼酎ハイボール。あ、もう乗ってないですね。大衆酒場の梅割りは乗ってるんだけど、もうこれ、あれだな。終わったな。ちょっとあれだね。みかんっていうかオレンジっぽい。酸味と、酸味。まあ、甘みはあんまないですね。甘みはほぼないな。ちょこっとあるけど。これあれなんだ。定番商品が、あるんですが、最近、まあ出たのか、強烈塩レモンサイダー割りがこれ定番商品になってます。で、あと濃いめのレモン。これが、セブン&アイグループ限定と。アルコール度数 9% のやつですね。あ、これうまいですよ。これはうまいですよね。で、まあ他には、ジンジャー、ライム、ブドウ割り、ラムネ割り、梅干し割り、シークワーサー、グレープフルーツ、レモン、ドライと。だから全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個ですね。定番なのは、つまり通年販売のやつが11個と。で、この定番感なんですけど、結構売られてない、レアな商品が、ジンジャーとか、ブドウ割りとか、ライムあたりは結構レアなんですよ、これ。で、俺がね、よくね、見かけんのがね、これレア商品。
数年販売なんだけど、レア商品になってる。やつは、だいたい、ローソンストア100に売ってます。うん。まあ、ローソンストア100ですね。あそこがなんかやけに、焼酎ハイボールのね、シリーズが多いんですよ。うん。まあ、ジンジャーはあんまり美味しくなかった記憶しかないけど。うん、まあ、売ってるとしたらドライかレモンのどっちかでしょうね。どっちかっていうか、その二つぐらいしかだいたいスーパーとかで、まあ置いてないのは多いと。うん。まあでも、濃いめのレモンは非常に美味しいと思いますね。そういや、こんなのもあったな。宝焼酎のゴールデンね。これうまいんだけどな。ゴールデン。これ美味しいんだけど、割かしやっぱレアなんですよね。うん。これうまいですよ。宝の焼酎の、なんだっけ。純じゃねえや、あれなんだっけ、あれ。ちょっと待てよ。宝焼酎のね、レジェンドに似てる。うん。レジェンドに似てるんだけど、個人的には、結構美味しいんですよ、ゴールドは。ゴールデンはね。うん。これちょっと、若干レモン入れると、非常に美味しい。うん。まあ、昔の、焼酎ハイボールのドライっぽいですね。今の焼酎ハイボールは多分まずくなってて、もうそれ以降ずっと買ってないんですけど、それに近い感じはするね。あとこれもあんのか。これちょっと飲んでみたいんだけど、売ってねえんだよな。この、宝焼酎の、宝リッチっていう。飲食店様ルート限定商品になってます。これ売ってねえんだよな。うん。樽貯蔵熟成酒を 9% 使用。レモン系の香りの成分を含むハーブなどを原材料の一部に使用。当社独自の連続式蒸留とブレンド技術を用いた製法により、芳醇タイプのサワーベースぴったりの味わい。これ売ってないです。これは売ってないですね。今んところの発見したことはないです。ラインナップが 35% の度数のやつが1.8 リッター一升瓶で2338円。25度のやつは1.8 リッターのやつと 600cc と 360cc と4リッターと18リッター。それぞれ、いろいろあるみたいですね。これはちょっと、飲んでみたいんだけど、まあ、どこに売ってるかっつったら、まあ、居酒屋なのかな。でも、居酒屋で、タカラリッチを、売ってるかって話ね。そのまま。ストレートで飲むのかっていう話なんですけど。これがわかんねえんだよ。
これはちょっと今のところまだ謎ですね。味わいが。あと昔買った宝モダンって。宝モダン。これはなんか桜っぽい風味がする。ような気がする。これは売ってます。あとは、飲んだことないやつ、ジャパン。宝焼酎のジャパン、これも飲んだことないんだよな。これは、まあ、ネットとかでは買えると思うんだよね。あともう一つはこれ、飲食店限定のレモンサワー用焼酎やつね。まあ、これ一応市販のやつも売ってるんですけど、アルコール35度のやつが、多分、市販されてるやつは25度なんですよ。だから業務用で35度。で、1.8 リッターで1980円のやつと、18リッターで18,648円と。うん。これ確か前飲んだけど、大してうまくなかった気がする。うん、だから結局さ、いわゆるさ、香料なんだよね。うん。香料で割りかしごまかしてるような、感じ。それがあんまり好きじゃないんで、普通にダイレクトにレモンの 100% ジュース入れた方が、早いっていうか。うん。まあ、あんまりそこまで、これはいらないですね。買わなくてもいい。おそらく。うん。まあ、だからこの宝リッチとジャパンですね。今度ジャパン買ってみようかな。楽天とかで楽天ちゃう、アマゾンとかで売ってるんで。おそらく。あとはこれだな。樽が香る焼酎ハイボール。これは3月12日新発売。樽貯蔵熟成酒 20% 使用。まあだからこれがレジェンドを使ったそのハイボール的な。レジェンドも 20% 使ってるっていうやつだよね。そうですね。レジェンド使って、作った、まあ、ハイボール。と、レモンハイボールかな。レモンのね。うん、これはね、何回も名前変えてんですけど、名前変わるたんびに、なんでそんなに名前が変わるのかわかんないんだけど、うまいんですよ。これがうまいんです。まずかったら買わないんですよ。で、アルコール度数 7%、7%、これレモンと通常のやつが売ってて、
で、濃いめが 9%。だから濃いめのレモンも出してほしいんですよね。濃いめのレモンも出してほしいんだけど。これ間違いなく美味しい。だから名前が変わる前のやつも飲んでるし、一回名前が変わった後にもまた飲んだし、まあ今度またこれを買ってきます。まあ多分おそらく味は、名前は変わってるけど、おそらく味は変わってないと思う。まあ推論ですけど。うん、これもだって、あれだもん。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロだからね。うん。あ、これがあれだ。これは糖質 80% オフだった。これ若干糖質入ってるんですよ、砂糖が。この若干がこの、これ若干入ってるんですけど、こっちは入ってないと。うん。まあ非常にこの、若干っていうところだよね。本当に。焼酎ハイボールの場合はほとんどマジで。若干なんですよ。ものすごい。ああ、ちょっとだけ甘いのわかるわ、ぐらい。で、俺が、また、ね、この宝のチューハイでおすすめするのが、自家絞りっていう、自家絞りシリーズね。うん。これがまた美味しいんですよ。うん。これがまた美味しいんですよね。ただ売ってるところがなかなか少ない。まあ、この自家絞りシリーズはあれですね。結構、まあ、普通のチューハイと同じような甘さがあって、まあ、それでいて、まあ、甘味料が入ってないんで、で、それプラス、その普通のチューハイの場合だと、焼酎使ってないで、ウォッカ使ってるでしょ。でもこの自家絞りシリーズは、タカラの、焼酎を使ってるんで、やっぱそこが普通のチューハイと、まあ、ウォッカと、焼酎の味の違いですよね。うん、本来だって、酎ハイって言うからには焼酎使うべきでしょって話なんですけど、ほとんどの会社も、あれ、ウォッカしか使ってないですからね。うん。まあよくわからない話ですけど。まあ、おまけに、ね、アルコール度数が 9% とかになって、さらに甘味料を使ってるみたいな。それだよね。とにかくそれなんだよな。まあ、ウォッカを使うのは、まあ、100歩譲って OK としても、甘味料はちょっとダメなんだよな。全くダメなんだよ。甘
甘味料アレルギー的な感じやね。ある種。ある種、本当にすげえ敏感なんだよな、これな。確実に。確実に敏感なんですよね。うん、なんでなんですかね、あれね。いや、でも、ググると結構いるんですよ。そういう人は。甘味料がまずい。もう吐き気がするとか。もうまずすぎてもう飲めねえとか。うん。まあそういうのはまあ人それぞれではありますよね。うん。ああ、そっか。よくよく考えたらあれだ。宝酒造のお茶割りとかもあるもんね。お茶割りとウーロン割りがあるわ。で、両方とも、カフェイン入ってるから飲めないっていう。そうだ、俺、ウーロン割り昔大好きだったんだけど。そうだよ、そうそう、ウーロン割り大好きだったんですけどね。カフェイン中毒になって、カフェインアレルギー的なやつですね。過敏症ですね。カフェイン過敏症になって、で、ウーロン茶が意外とすげえ多いのよ、あれ。カフェインが。ウーハイすげえ好きだったんだけどな。ウーロンハイはなぁ、うまかったんだけどな。ウーハイでググります。ウーハイとは、焼酎をウーロン茶で割った飲み物のウーロンハイの略。これ好きだったんだけどな。うわぁ。いや、本当にウーロン茶ってね、バカになんないんですよ、あれ、カフェイン。これ、カフェイン量がね、相当入ってるんですよ、これが。相当入ってるんですよ、これがね、実は。ウーロン茶が100ml あたり 20mg、うん、で、だいたいウーロン茶って夏とかにがっつり飲むじゃん。 500cc とか一気に飲むでしょ。で、コーヒーって基本的にまあは200ml ぐらいしか飲まないでしょ、一日に。だから、結果として、結構大量に飲んだりしちゃうんですよね。そこなんですよ。この黒ウーロンとかね。黒ウーロン茶とかすげえ好きだったんだけど。
そう、黒ウーロン、好きなんですけどね。黒ウーロンって言ったらあれだよね。ラーメン二郎の、ラーメン二郎の店の、横に、ほとんどの確率で売ってる、自販機で、売ってるんですよ。大体ラーメン二郎の行く人はそれ買って、それと一緒に飲んで、いわゆるあれだよね、なんか、脂肪をなんか、分解するとかなんとかっていうやつね。だからね、だからよく夏とかに飲みがちなんですよね。ウーロン茶とかガバガバ。で、あと緑茶とかもガバガバ飲んだりとか。それがね、夏場だとやっぱ一番やべえんですよ、あれ。カフェイン、カフェイン取ると、利尿作用って言って、おしっこが出したくなるんですよね。利尿作用があるんで。スイカとかと一緒で。だから夏って水分が、ね。熱中症とかに対策で水飲めとか言うじゃん。あれで緑茶とかウーロン茶とか飲んでると逆に出ちゃうんで、ほとんど体内に吸収されずにの、もう出ちゃうんですよ。だからお茶とか飲んでるのにもかかわらず、熱中症とか脱水症状で、運ばれる人は、いるんです。なので、そういった、ね、時にはやはりウーロン茶ではなく麦茶です。やはり。だから俺基本的に麦茶しか飲んでないです。最近は。お茶系はもう全部ダメだっていうことになったんで。今日が3日です。あ、令和になりましたね。平成から令和になりましたけども。まあ簡単な字でよかったなと。うん。八作割さんは、コク。甘み、香り。でも、これ普通じゃねえか、やっぱ。2233です。ご視聴ありがとうございました。